はじめまして、磯貝キエと申します。安心してね。またはじめましてだと思っても私が絶対思い出させるから。おばあちゃんの介護誰か見ないといけないじゃない。私やったことないもん介護とか。私は自分で全部できますから介護士の方にはお世話になりません。全然覚えてなかったの私のこと。結構認知症で。だから誰のためにやってるの。おばあちゃん、はじめまして。はじめまして。私カナン孫。覚えてる。おばあちゃんのお世話しに来たの介護。もう知らないからね。おばあちゃんのためにやってんの。上司、ヘルパーの依頼をしたくて。明日からです。おばあちゃんもプロの人の方がいいだろうし。しょうがないでしょ。365日おじいちゃんおばあちゃんのこと考えてるわけにいかないからさ。おばあちゃんどういう人だった。行くからね。大丈夫。お仕事行くの偉いわね。仕事は生きる糧。認知症ってかわいそうなのかな。だって毎日記憶なくなるんでしょ。入学したての小学生みたいなキラキラした気持ちで毎日起きるたびに楽しくて仕方ないのかもしれない。すぐ忘れちゃうんだよ私のことなんか。あっという間に忘れんの。覚えててくれたら嬉しいな。私は何かあったら言えよ先に。相談しろよ。ほんと一瞬なのよね家族と一緒に住んでられる期間って。おばあちゃん喜ぶからさお願い。おばあ様はね忘れられてたから忘れてしまったんですよ。認知症の治療法はね投薬療法でも適度な運動でもどれでもないんです。あなたは大切な人、そう言ってくれる人がいてくれるかどうかなんですよ。はじめまして。はじめまして。覚えてるよ、覚えてるよ、かなちゃん。